2050年、世界中でゾンビが大量発生しました。今はシェルターへ逃れた一部の人間だけが生き残っています。生き残るため、我々人類は最後の抵抗をしています。ゾンビが防衛線を突破しようとしているわ。援護を頼む。私たちのすぐ後ろ。女の子たちは次々と倒れ、ゾンビがシェルターに攻め込もうとしています。ちょうどこの時、一人と一匹の犬が地平線を歩いていました。つまずいてカヨウの腕の中にすっぽり。カヨウがアレルギーで死んで、危機は免れましたね。救出された女の子たちは並外れたスキルを持っています。彼女たちはやってきて少年の名を尋ねました。ここをタップしてゾンビを退治します。ゾンビを全滅させましょう。アップグレードできました。私たちではまだ力不足か。レモンちゃんを編成に加えて、レモンちゃん待ちきれないみたいです。出陣をタップするとレモンちゃんを。いいですね、指揮官。少女の子、つくよみ姉さん。戦場にいる仲間たちの元へ行きましょう。ゾンビが現れました。コンボ、なんて恐ろしいゾンビ。指揮、コンボ攻撃を蹴、レモンちゃんを攻撃。私たちにも拠点が必要ですね。はい。はい。じゃあ。はThank you.
間クリアボーナス。普通のお菓子エナジーキャンディー。戻るにはここをタップしてください。チームをタップです。指揮官エナジーフード指揮官。ここでレベルアップできます。レベル1アップをタップしてください。指揮官戻るにはここをタップしてください。ここに行ってゾンビを駆除しましょう。ここから試してみましょう。ゾンビを全滅させましょう。はい、受け取る機能は指揮官遺伝子探索を急ぎましょう。まだ駆除されていないゾンビがいっぱいいるから。シェルターに入りましょう。
指揮官、ゾンビとのシェルターを取り戻すのよ。指揮官、この配給は毎日。指揮官、ここはまだ開放できるエリアがあります。